はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども、新ボックスで実装されました破壊、こちら紹介していきたいなと思います。破壊なんですが、どういうテーマかっていうと、トラップカード、破壊トラップ、破壊魔法だったり破壊モンスターだったりだとかが、文字通り破壊された時にデッキから何かリクルートって言って特殊召喚モンスターしてきたりだったりだとかして、で展開していく、そこでアドを取っていくっていう風なテーマなんですよ。なんでちょっと変わったテーマなんですけれども、実はこのテーマですね、結構出張だったりだとかで使われたりとかする、こともあるテーマなんですよね。で今リンクスで実装されているテーマの中だったら、イビルツインとかっていうのが出張の候補としてはあります。というのも、実はこの破壊の効果を使った場合って、ターン終了時まで悪魔族しか出せなくなるんですよ。で、悪魔族でリンクで調べたときに、まあ今リンクスにおいて、強いものが実装されているのが、まあ基本的にはイビルツインになるわけですね。っていう風な感じです。じゃあ、今回はまあ準構築でやってみたんですけれども、で準構築強いのかっていうと、実は結構強かったです。なんで、破壊の動きを覚えるついでに、実は強い、そういう風なデッキをですね、今からリプレイ解説しながら動きを解説していきたいなと思います。先行のリプレイ1つ、後攻のリプレイ2つ取っておりまして、先行の展開方法だったりだとか、後攻の踏み越え方だったりだとか、後攻で、相手の盤面を潰して、まあ、タキオンのね、カウンタートラップ込みで踏み越えていって、相手の後ろも全部剥がして、で、ライフ残り300とかにした後に、最後どうやって、ブラックホール打たれるんだけど、どうやってフィニッシュまで持っていくか、みたいなところとか、そういうところを話していければなというふうに思っております。まず、先行の基本展開、紹介していきます。こちらですね、ラキアっていうのを出します。破壊モンスターっていうのは、基本的に、下級はですね、何か効果を使って破壊するとかっていうのがあります。例えばこのラキアだと、自分フィールドのカード1枚を破壊します。はい。なんで、今回は破壊衝動っていうトラップカードをセットして、これを破壊していきます。まあ、ロンギヌス打たれるんですが関係ないです。で、この破壊の魔法トラップっていうのは、セットされている状態で破壊されると、1体モンスターを、特殊召喚することができるんですよ。これで出していくのがサラマになります。で、サラマっていうのは、墓地のですね、破壊カード1枚を自分フィールドにセットすることができます。もちろんモンスターでもいいんですが、今回は破壊衝動が墓地に落ちてますよね。なんでこれをセットしに行きます。破壊のトラップカードっていうのは、もちろん優秀な効果があるんですけれども、こうやって初動に使った後にサラマで、元に戻すことができるんですね。で、サラマは破壊カードを戻した後に1枚、効果で破壊することができるので、今回はラキアを効果使い終わった後なので破壊していきます。ラキアも破壊された時の効果があります。こういう風に破壊の下級っていうのは、戦闘もしくは自身のカード名以外の効果で破壊された時に、手札デッキから破壊モンスター1体を特殊召喚するっていう風な効果が共通効果としてあります。で、このラキアで出していくのが破壊神っていう風に書いている名称のカードになります。破壊神2枚入れてるんですが、今回は双極の破壊神を出します。で、なんで破壊神にするかっていうと、この後なんだけど、先にちょっとこちら相応の枷、これはね、もうエアーマンかつ初動です。どちらも効果使うことが1ターンに1回できて、一つはデッキから破壊カード何でも触ってです。で、もう一つ、セットされたこのカードが破壊されたら、デッキから破壊モンスター1体を特殊召喚します。で、今回取ってきたのは破壊双極です。破壊のトラップカードでは衝動と双極が来てるんですが、双極は手札墓地から破壊1体を特殊召喚です。これがめちゃくちゃ強いんですよ。例えばですけれども、この双極の破壊神っていうのは、特殊召喚成功した場合に手札1枚捨ててフィールドのカード1枚を選んで破壊します。なので、相手ターンに例えばこの破壊双極を使って墓地からこの双極の破壊神を蘇生させてあげると、そのまんま、手札1枚捨てて相手フィールドのカード何でも1枚バンって破壊することができるんですよね。これ選んで破壊なんでめちゃくちゃ強いです。で、破壊衝動、これは自分フィールドの破壊ともう1枚、フィールドのカード1枚、合計2枚を破壊することができます。
これは、まあ、破壊モンスターを素材にすれば何でも破壊できるので、相手のめんどくさい魔法トラップとかも破壊できます。まあ、そんな感じですね。で、ここ2体で、リンク召喚、破壊神ラギアっていうのを出していきます。破壊に関しては、破壊同時っていうのが、これが下級なんですけれども、破壊神っていうのが上級と、あとリンクで言います。これね、ラギアっていうのが、こいつじゃないですか。多分これラギアが、ここにいるのかな？これどうなんだろうね。サラマなのかな？わかんないや。まあ、でもこんな感じで破壊神ラギアってなります。この破壊神ラギアっていうのがめちゃくちゃ強くて、相手メインフェーズに、相手の特殊召喚されたモンスター1体と、こいつで闇属性リンクモンスターをリンク召喚することができます。はい。なので、相手のモンスターを巻き込んで、リンクすることができるので、特殊召喚相手した段階で、ラギアが吸い込んじゃうって感じですね。はい。なんで、それがすごく強いんだよね。はい。で、相手ネクロバレー貼ってきます。でもこれも全然落ち着いて大丈夫です。ブルーアイズで受け継ぎし魂取ってきて、で、このまま殴ってくるんですが、ここで破壊衝動です。自分の破壊モンスター、破壊神ラギアとネクロバレーを指定して、バンバーンって破壊します。破壊神ラギアは戦闘効果で破壊されたら1枚、破壊カード回収できるので、今回サラマ回収しておきます。で、さらに破壊双極効果発動。破壊モンスター一体特殊召喚できるので、今回双極の破壊神取ってきます。で、後ろがちょっと凹凸とかだったら嫌なんで先に割ってきました。ここで相打ち捉えるんですが全然問題なくて、サラマ召喚、サラマ効果でこうやって破壊双極とか取ってきて、そのまま割れるんですよね。で、破壊を出すことができるので、これで1号3000の4500打点を準備することができます。モンスターが1体いたとしても、この双極の破壊神の効果で、選んで破壊できるので全然問題ないって感じですね。これが、破壊の基本的な動きになります。結構強いでしょ。今のリンクスにおいても全然俺戦えると思う。で、後手に関しては結構ね、後手まくり性能も高いんだよね。まあ、破壊っていうテーマが多分後手まくり性能俺は高いと思うんだけど、なんで先行を強くするために大取りとか接獄とかって1枚ずつ指してます。ただ先行も制圧力で言ったらリンクスレベルだと破壊のメインギミックだけで十分かもなっていうふうに思ってて、これワンチャンね、ここフルールドサージとか、そういう、後手まくりの札に変えてもいいのかなっていうふうに思ったりはしてます。で、今回モンスターセットなんですが、ここから壁相手3枚出てくるので、じゃあこの3枚、壁3枚を、ワンキルどうやって取っていくかっていうのをやっていきます。まずは、相応の稼いで1枚サーチしていきます。ラギアを取ってきます。で、カード1枚セットして、アルファ効果発動。アルファはさっき出てなかったね。アルファっていうのは自分フィールドのカード1枚を対象として、そいつを破壊して手札から特殊召喚できます。なんで、こうやってトラップとか魔法カードをセットすることによって、ラギア1枚で召喚権使わずに、あ、ごめん、アルファだ。アルファ1枚で召喚権使わずにアルファ出しながら横展開できるんですよ。だそれがめっちゃ強くて。で、相応の風、やられたので、サラマ出します。で、この後ラキア出して、ラキア効果でアルファ割って、アルファのリクルート効果で、双極の破壊神。双極の破壊神は手札を1枚捨てて、1枚モンスター破壊なので、今回トラップカードを潰していきます。そしたらロムクラウディアだったんですけど、ドットスケーパーですね。出てきました。はい。で、こっからですね、サラマの効果でトラップカード、破壊双極を持ってきながら、ラキアを破壊します。で、ラキアの破壊された時の効果で、今回ごめん、ちょっと手札から出ていい。スキル、初動で使った方が良かったね。スキルは、メインフェーズ開始時に、レベル5以上の悪魔を1枚デッキの一番下に戻してワンドローっていう風なスキルだったので、まあ、使った方が良かったかもしれないです。破壊神のマガタマ。これはですね、破壊神名称なので、こいつも、破壊神ラギアとかになれるんですよ。で、双極の破壊神で基本的に足りてるんだけど、破壊耐性持ちだったり、さらに盤面を処理したい時っていうのは、このマガタマが必要になってきて、で、このマガタマっていうのは、相手モンスターと自分を、素材として、闇属性リンクモンスターをリンク召喚できるんですよ。なので、このマガタマの効果を使って相手のモンスターを吸い込みます。で、破壊神ラギアになります。ドットスケーパー効果で、こいつが出てくるんですが、このまま破壊神アルバっていうのになります。この破壊神ラギアっていうのは、
相手メインフェーズに相手の特殊召喚されたモンスター巻き込むことできるんだけど、自分メインフェーズは無理なんよ。じゃあどうするかっていうと、この破壊神アルバ、こっちはですね、まあリンクさんなのでこういう風にちょっとリンク値重ねないといけないんだけど、破壊神アルバは相手フィールドの表側表示モンスター1体を素材として、こいつと自分自身でリンク召喚できます。でこれで基本的にリンク4まで伸びるはずなんで、リンク4、雷号を出します。この雷号っていうのはかなり強くて、まあ、どういう効果かっていうと、フィールドのカード1枚、雷号以外のカードの効果で破壊されたらさらにもう1枚破壊します。さらに、このカード以外のモンスターが戦闘で破壊されるときにフィールドのカード1枚を破壊しますよ。さらに自分相手メインフェーズに1枚破壊しますよ。なんで合計こいつで、どれもターン1なので、マックス3枚破壊できるんですよね、この雷号で。なので3000打点っていうのもあって、かなりバリュー高いですというふうに、こういうふうにですね、双極神だったりだとか、双極の破壊神かだったりだとか、マガタマだったりだとか、あの辺とかをうまく使っていけば、メインギミックだけでこんなにも貫通できちゃいます。で、次がタケオンですね。カウントアトラップあっても、じゃあ問題なく、突破できるのか、さらにその後相手がブラックホール打ってきたとしても問題なく、対処できるのか、まあ、その辺とかをですね見ていただきたいと思います。まあ、タケオンの初動の展開に関しては、まあ今更話すこともないでしょうし、ちょっと先送りさせていただきます。はい、ここでカウンタートラップをここにセットしてきて、さらにカードを1枚セットして、で、フリーチェのラグがあったって感じですね。で、今回スキル使いました。マガタマをデッキに戻してワンドローしました。ワンドローしたら相応の枷を引いたって感じです。まず相応の枷、ここで相手に何か効果使わせたいなと思って誘いに行きます。何も乗ってこないですね。はい、じゃあ破壊双極っていうカードを取ってきました。で、破壊双極をセットして、破壊双極割りながらアルファを出します。で、破壊双極が破壊されたことによって、双極の破壊神っていうのを出していきます。双極の破壊神効果で1枚破壊したいですって言ったら、タキオントランスミグレーション食らってしまいました。これで手札が1枚なくなっちゃいましたね。ただ問題ないです。ラギア召喚、あ、ごめん、サラマ召喚、サラマ効果でこれですね、破壊双極をセットしながら、ここ後ろの、層の枷を割ります。で、そうすることで1体モンスター特殊召喚できるので、マガタマを出してきます。マガタマ効果でここ2体で、リンク召喚ラギアを出します。で、さらにここ2枚でアルバを作っていって、アルバの効果発動して相手モンスターをパクりつつ雷号、ここまでがさっきと同じ展開ですね。はい、で、ここで禁じられた清掃を打たれてしまったので、こうやってライフがちょっと残ってしまいます。で、相手はセイファーといるので、ここから展開できるんですが、ここでブラックホール打たれてしまいます。ただサラマで1体特殊召喚できるので、でここね、双極じゃなくてよかったかも。双極じゃなくてさらにリクルートできる下級でよかったかもね。まあ多分ラッキーやかな。ラッキーやだったら次のターンに破壊から動けるので、まあ、ちょっとミスったかなと思ってます。で、ただ全然問題なくて、ここからネビュラー出てきて、はい、2体出てくるんですが、このままだとディングルスとか習えるとめんどくさいですよね。破壊っていうのはメインの除去ギミックが破壊なので、ディングルスに弱いんですよ。で、ディングルス鳴らせる前に動いていきましょう。破壊双極1体特殊召喚、これでラギア出せるん、やばない、これラギア使い終わってラギア出せるん。で、ラギアで相手モンスター巻き込んでリンク召喚で、ちなみにここで今回は手札がないんだけど、トロイメユニコーン出しました。トロイメユニコーン、これ効果使えます。なんで手札が1枚余っていれば、さらに1枚除去できます。こんな感じで墓地から急に出てきたラギアが相手モンスター吸い込んで、さらにトロイメユニコーンでもう1枚バウンスしてくるっていう、こういう風な除去手段とかもあります。はい、これで GG となります。というわけで、いかがだったでしょうか。今日は破壊の紹介をさせていただきました。参考になればぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。